私は始末すべきだと思うのですが。リードもそのようだ。彼の部下たちがヘリのそばで待機している。じれているようだな。大佐、だから急いで集まってもらったので。ああ、分かっているとも。リードはどうも辛抱が足りん。ああ、大佐、厚かましいのですが、支払いについて少しお話が。コビンに任せてやると言ったはずだ。ええ、ですが状況はこの通り変化しています。追加の乗客に追加の装備、フライトプランの延長。いいだろう、オスカ。リードに処理させる。彼に言いたまえ。要するに、サムと直に話をしたい奴がいたんだ。だからこそ拘束なんて七面倒くさい手段に出たわけだ。貨物扱いでアメリカに送還したのもそのためだ。ブルーリッジの施設飛行場に着いた時、サムの奴は朦朧とした状態だった。練習も分かってるじゃないか。そうじゃなかったら、あいつは素手でもあの飛行場を壊滅させていたさ。局長。冗談じゃない。プレンティス大佐、ロバートソン少佐、手短に行きましょう。タイムテーブルの遅れは許されませんからな。順調だよ。我々は今朝9時から行動を開始している。その調子でお願いします。私はサードエシロンでの準備がありますので。心配しなくても大丈夫。心配などしていませんと。申し訳ないが、グリムス・ドッティアと話があるので席を外していただけますか。片付けねばならない問題がありましてね。よかろう、少佐。よし、フィッシャーは君に任せる。マルタからここへ連れてこられたのも君のおかげだからな。 EMP について知っていることと、その情報源、それになぜコビンを狙ったのかを聞き出すんだ。ヘマドリクス、尋問に耐える訓練を受けていますから。必要とあれば自白剤だろうと何だろうと好きなように使うがいい。情報を聞き出した後は始末するんだ。言っておくが、ごたごたは二度とごめんこむるぞ。覚えておきます。他には？それだけだ。何か分かったらすぐに連絡したまえ。聞いて、私はサードエシロンに残り、大統領のために働いてるの。リードはここを所有している民間軍事企業ブラックアローと手を組んでるわ。ブラックアローはロシアの EMP をマルタ島経由で密輸してるけど、リードが捜査を妨害してる。サードエシロンの局長が？リードは何者かによって政治的に守られていて、大統領も手が出せないの。何か企んでいて、準備が最終段階にあることは分かっているけれど、具体的なことは不明。おお、どうやら現場の仕事に興味が出てきたようだな。よして、あなたの力が必要なの。私は自由に動けないけれど、今のあなたは部外者だから。そういうのはもうやめにしたんだ。あれだけ暴れておいて、あなたが私を襲って逃げたように見せかけないと私は殺されるわ。さあ殴って、さあ覚悟を決めて。忘れたのか、俺は降りたんだ。気が早いわよ。もう一度舞台に上がるの、サム。サラのことを聞けば、あなたは嫌でも戻ってくるわ。何を知ってるんだ。サラは生きている。そう聞いたらどう？でたらめだ。サラは死んだとランバートは言ったんだ。ランバートが嘘をつくか。生きているし居場所も知っている。隠していただけよ。嘘だ。信じると思うのか。私たちが監禁してるの。手を貸すなら会わせてあげるわ。断ればどうなるかしら。嘘をついていたらお前でも殺すぞ。分かったか。こいつは脅しなんかじゃないからな。サム、嘘なら何年もつき続けていたわ。いいわ、また。
オーケー、もういいわ。さすがね。黙れ。これをセキュリティゲートのすぐそばに赤い T208 が止めてあるわ。発信機は潰しておいたからサードエシロンも追跡できないはずよ。あとこのスネークカムを持ってってこの電話とリンクさせてあるから。話すことなんてない。サラが無事だと納得できるように電話で話をさせてあげるわ。でもまずは追っ手を巻いてここから逃げないと。 C4 が外に少しあるわ。手に入れたら電話して。銃はないのか。向ける相手を選んでね。分かってるさ。その時は俺の銃を貸してやるよ。あの野郎は激ヤバだ。近づきたくないぜ。リードか、フィッシャーか。随分と面白いことを言うな。笑えたか。笑える。グリム、手に入れたぞ。じゃあよく聞いて。 GPS を使って追跡することはできないようにしておいたけれど、まだ連中にはヘリという手段があるわ。吹き飛ばされておしまいだな。偏僻な場所だから気兼ねなく撃ってくるわよ。ヘリコプターを潰さない限りどこにも行けないわ。分かった。爆破するのはまだ待った方がいいな。直ちに報告せよ。ユニット本土ユニコーティングは完璧かな。歯医者にかかれよ。を預けるなんてまっぴらごめんだ。乾きが遅いな。いいさ、試すのがそれだけ遅くないってもんだ。厚塗りしておくか。いつ終わるんだ。すぐさ。いつもそういうんだな。実際そうだったろ。まあまあだな。仕業か知らないが出てこい。ヘリは始末したから次は基地の配電システムをぶっ壊すぞ。さすがね。民間飛行場を軍用にしたせいで配電システムにはかなりの負荷がかかってるわ。となると電力の中継機がアキレス腱か。どこにある。弊社の一つにあるわ。無防備のはずよ。
ならそいつにするか。血気盛んでも血の気が多いでもいいが、どう考えても不向きな職場に押し込まれたんだから、ストレスでどうにかなっちまった。はいい。早いところ片付けないと。愉快な奴がいるらしいぞ。フィッシャーの様子を誰か確かめてきてくれ。
誰か知らないが出てこい。電源室に。ああ、うん、